女子はアジアのパピヨン、浜田もアジアのパピヨン、浜田のアジアのパピヨン。そこはお前俺に先入らせよ。人志はアジアのパピヨン、浜田もアジアのパピヨン、だけどやっぱりママが好き。さあさあやっときましょう。はい、今日まあオープニング皆さん見てないんでね、あ、まあね、よくわからないでしょうけども、うん、ああいうの嫌ですね。ちょっと嫌やったよ。嫌やわ。ちょっと恥ずかしさあるよ。今ちょっとそういうのは流行りでしょ。何があるの。なんかタレント同士がデートするみたいなやつがね、結構いろんな曲でやってるでしょ、はいはい、俺もあんなん出されたらもうたまらんで。俺1億積まれても嫌やで。スカイダイビングより嫌やもん。なんでずっと道中手つないとかなあかんねやろあれ。もう考えられへん。しかもあれでしょ、誰が来るか分からへんねやろ。見たでしょ。絶対嫌。俺今日のおばちゃんでも結構嫌やったんだ。ものすごいでも楽しそうやったっけ。いやいやもうさ途中からはね頑張らなあかんわ思ってまあ入って入ってやりますけど、もうずっとおばちゃんとずっとこの。いやそれがねきつい。あれを他のタレントはなんでできるんでしょうか。ああいうことは。いや分からんけど。いや前はできると思うわ。あの社内とかね、あの CCD つけてて二人っきりで喋らなあかんとか、もう俺もう事故るわ。もう終わりたいから事故るわ。いやごめん言うて、もう今日無理やろ。終わらせる。終わらせる。恥ずかしたい。もうあんな考えられへんわ。でも番組やんか言うても。いや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 、マジでやってるわけちゃうんや。あのね、こうやってねカメラがね、こうずーっとついてきてくれたら、うん、まだできるんですよ。なんかどっかでこう仕事としてね。 はい、あれもだってもう何もうめちゃくちゃ離れたとこから普通に渋谷とかあるでしょ、手つないで歩かなあかんねやろ、うん、もう考えられへん。考えられへん。いやでも通行人にしたらそんなありえへんと、マジで取られへんやろ、うん、もう本当にね、もうあの何でしょう、もうずっと汗出てると思う。すごいな。そんなん言うてたら多分オファー来るかも分かりません。いや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 、ちょっと一回やってみませんか。俺言うてたらもう1億積まれても出えへん。絶対嫌やから。なんでやねんな。いやまたそいでそういう俺を見たくないでしょ。なんか裏ではそんなことしてんねやろ。いやいやいや、どういうことですか。デートめいたことってどういうことですか。さあさあ、もう久しくないですね。中2ぐらいからない。ありますね。身長は2メートル以上ある黒人の酔っ払いに絡まれた時の正しい対処法を教えてください。まあはっきり言いますね、はいはい、2メーターの黒人なんてね、うん、勝てるわけないでしょ、ね、そらそや。これはもう負けたとかいう問題ではもうないでしょ。ただ、うん、奴らは自分が体がでかいということをすごくこうなんて言うんですかね、それで強気になってるというところがありますよね。だからそこを少しついてやればヘナヘナとはなりますよね。マジっすか。どこをどうつくんですか。例えば、向こうから2メーターの黒人がやってきました。ああ来ましたね。向こうは自分がもう2メーターあることを分かってるわけですよ。いやそりゃそうやん、うん、身長いくつですかって言ったら2メーターって言うよ。まあ聞いたらね、服をファーッと買いに行く時にちょっとウハウル、そんなんええねん。もう来るわな。常に2メーターを自分の、ああそうや、意識しとるわ。意識してますな、来るわね。語尾に2メーターってつけよるかも分からへんぐらい。来るわね、うん、2メーターが来るわね。2メーターがふわーっと自分のとこがー来るわ。わー2メーターやからね。ほんでまあ俺のことをね、もうね160何歩かぐらいしか思ってないんですよ。ここですよ。逆に言えば2メーターあるやつはものすごく慎重にこだわってるんですよ。うん、そうでしょ。だからこっちはその相手の弱いところを逆手に取ってやるんですよ。え、そう、どうするのどうするの。向こうは2メーターのつもりで来てますから、はいはい、こっちは3メーターのつもりで行きましょう。それはね、そこですよね。向こうにしたって別に160何歩やとしか見えてないよね。なも自分は3メーターや思ってます。そうそう、思ってもね、うん、ええ、うん、どうするのそれ。何が。そうそう、別にもうそうなったらもう2メーター対3メーターですわ。うん、それはお前の気持ちやろ。向こうは違うやん。あ、これは浜ちゃん。すっとんきょうなこと言ったよ、今。なんですっとんきょうやねん。
気持ちはわかるけど、向こうにしたらたかだか1メーター60、70の人間。叶わない夢はないんだって。いやいやいや、夢とかそんなもんだよね。絶対に、絶対にやねん。絶対にやねん。な、うん、いや、まあ、例えばお前はクリームパンになりたいと思ったらなれるねん。それは絶対にやねん。なれるか。なれるねんて。絶対なれるわけない。なれるか。なんで俺がクリームパンにならなあかんねん。いや、なれるか。なられへんって言うねん。なれる。なられへん。なんでクリームパンになれんねん。なんやねん。絶対にやねん。なられへんって言うねん。いやいやいや、なんぼお前の目見てもなられへんわ。あのな、もうお前はこの吉本に入って売れたいと思ったでしょ。絶対に、絶対にって。それはわかるよ。夢叶ったじゃん。それはましい。それとこれは違うやん。絶対に売れたいのとそれになりたいのは違うやん。夢持ってたでしょ。夢持ってた。夢は夢やけど。夢持ってたでしょ、はいはい、叶ったじゃん。いやいや、叶ってよかったじゃん。うん、そうやね。そうでしょ。それはそうや。じゃあ次の夢行こうよ。だから芸能界で成功したいという夢叶ったじゃん。次のお前の目標に置くのはクリームパンや。なんでやねん。絶対にやねん。あおやこいつ。もうすごいね。下がってるやん。いや、そんなに深々じゃなくてもいいわ。深々じゃなくてもいいとかそういうことじゃない。硬いとか深々とかな。この際。いや、おいしいとか、まずいとかそういうことじゃないね。クリームパンにはならないへんねん。クリームの量が少なくてもいいやん。うん、なんか俺はどこをどうしたら。いや、だからクリームパンになれんねや。いや、なれんねやったらなるわ。教えてくれ。俺はどうしたらクリームパンになれんねん。あのね、あ、まあまあな、そうそう。じゃあね、ああ今から吉本入ってお笑いで頑張ろうという人に、浜田さん、僕はどうしたら売れるんですかって言われたら、お前なんて言う。わかるか、そんなことが。分かる。お前のやり方でお前はうまいこといった。でもその子はそういうやり方でうまいこといくかどうか分からない。分からない。そらそう、クリームパンを俺押し付けてほしくないねん。これ何を言う。クリームパンはお前の夢やん。いやいや、お前が勝手に言うてんねん。俺一言でもクリームパンになりたいのか言うてん。それはお前の、俺はそうじゃないやん。お前なんや。お前だけの夢やん。いや違う、お前が勝手に言うてん。俺クリームパンなんか今初めてお前が言うから言うたんやで。言うてない言うてない、お前が言い出したことやん。で俺はおかしいと思うよ。俺全然クリームパンになりたまんし、3メーターになりたいって言うたのに、お前はじゃあ俺はクリームパンになりたいって言ったら、なんでかなと思うけど、でも絶対諦めてほしくないんだ。それを言うてんの。頑張ってだから。俺はお前、なれるかな。いや、俺はお前やったらなれると思う。クリームパンに、うん、まあもうでもなった時はもうコンビでやっていかれへんからね。これ相方クリームパンって嫌やろ。何にも喋れへんで。お前一緒に連れて出てこなあかんからな。でもそうなると、いや俺もわからん。その時になったら俺は2メーターになりたかった夢を諦めて、それこそジャンプパンになりたいかもわからん。そんならもうクリームパンとジャンプパンでジョイントはできるわけやんか。お前ジャム、お前のジャムはどうなんだみたいなね。ウケへんよ。そうウケへんよ。別に全然怒ってるとか、はい、腹立ってるわけじゃない、はい、ちょっとした軽い疑問なんですけど、うん、コンビニでバイトしてる人います？あ、1人2人、あ、結構いますね。うん、全然いいんですよ、うん、全然いいんですけど、はい、たまにお弁当とかお惣菜的なもん買います？いや、買わないです。あ、あなたあんま買わないですよね、はい、家にだってあのバカ家族がいますからね。お、国葬用紙持ってこい。いますもんね、はいはいはい、あのいますいます。僕なんかやっぱりどうしてもたまに買うわけですよ。あ、そうでしょう、ね、ちょっとお惣菜的なものをね、うん、いや、それ作らしたらええやん。いやいや、誰に作らすねん。誰に作らすねん。俺ね、あ、今日は2回目。わかりました、はい、いやそれ全然いいんですけど、たまに買うわね。いや、ほんま全然怒ってるとかじゃないんですけど、はいはい、ほんで、ピッピッってこう やってくれますよね。ほんで、あの、温めますかって言われるでしょ。でもまあまあ温めないじゃないですか。
言ったって、その一応タレントがね、うん、温まるまで待ってられないでしょ。いやでも一応あれは気温やろ。いやっていうかまあ家にあるし、いやどこで食べるかは分かるよ。いやいやいや、お前俺がセブンイレブンの前で食えへんやろ。セブンイレブンじゃなく、なんか家に帰りたくない日もあるんかなとか。いやいやいや、一人暮らしで誰がおんねん。帰るかな、そんなもん。いや分からん、どこで食べるか分かれへんわけ。でも僕はまあ、 温めたことはないですよ、やっぱりそれはね。ああなるほど。でちょっとまあ仕事帰りにバッと寄って、はいはいはい、でこうピッピッてやって、はい、じゃあやってください、ちょっとやってください。はい、僕店員ですよ。あなた店員。僕店員ですよ。ああああ、えピッピッ温めますか。いいです。ピッ、絶対何も言わないんですよ。絶対何も言わないんですよ。なんかキュンってなるよね。表現が間違ってるよ。キュンとなったら、キュンとなりません。うわ、なんか怒ってるみたいな。 100% 言わないですよね。あ、それはわしらんわ。あの時にね、なんかね、すっごい寂しいんですよ。だね、温めへんから俺の心も冷ますかみたいなね。みたいなね、なんやろ、あの取り残された。それは何、どこのコンビニでも。どこのコンビニでも。それたまたまそいつがそうやっただけやろ。いやいやいや、だって俺は今まで何回コンビニ行ってんのよ。いや知らんもんね。それはもう何千回も、あの温めなかったんですよ。ああ、言ってもね、何回も言ってきましたよ。おかしいでしょ、うん、お前から降ってきたんや。そらせや、それに答えたんやから何か答えようや。なんかそういうもんやんか。あ、そうかそうかね、はい、じゃあ例えばですよ、うちの先生、うちの息子は大丈夫なんですかって言って。あ、どうも花さん。あ、どうも。あ、ちょっとあの結果出ましたよ。あ、そうですか。はい、先生、うちの息子大丈夫なんですか。おかしいでしょ。それは、それは例えば間違いない。いやいやいや、間違ってないですよ。おかしいやん。違う違う違う、結果が出ました。結果が出ました。医者まで行って聞いてんのに、その医者がこんな顔がせえねん。何やろうな、こう、ああ、ああ、気持ちいい。気持ちいい、浜ちゃん気持ちいい。乳首をつまんで、乳首を早くつまんで。って思います。いやだから例えがおかしいやろ。あんだけつまんで言ってくれたやつはつまんだな、ああ言うわ。でもそれをやってるんですよ。例えがおかしい。それをやってるんですって。絶対それをやってるんです。例えがおかしい。そうですか。いやだからええよ、じゃあ、まあ、この番組でもようやってるやん、検証したらええやん か、うん、か各コンビニ行ってみようね。よしこちゃんがね、家出したんですよ、うん、でよしこちゃん探しに行きましょうよ。はい、二人でね、うん、でお前はこっちや、俺はこっちや、うん、でもうよしこちゃんこっち探しましょう、うん、でちょっと経ってここに出会って、うん、こっちにはいない、うん、そっちはどうだったって言ってみて。え、それは結果見えてんのに。これだけちょっとほんま言わせてください。ちょっと怒っていいですか。また怒るの。もう言わせてくれよ、いつも怒ってんねんか。いやいや、怒ってるというか、怒ってるわけでもないんですけど。 いいですよ。この時期いつもそうなんですけど、はい、今何月ですか、これオンエアいつですか。3月の末ぐらいですか、うん、このぐらいの時期にね、天気予報をね、うん、見ますとね、はい、もう絶対にね、ね、うん、もう3月なのにまだ寒いですねみたいなことをね、うん、言うんですよ、はい、でこれ普通の、 あの一般的な会話でも言うんですよ。でもう3月なのに寒いなって言うんですよ、はい、で僕もう本当これっきりにしたら、もう毎年もう何年も前から言うていいんですけど、もう本当これっきりにしたいんですけど、はい、3月は寒いから。いやまあそう、なんで忘れんの、3月寒かったことをなんで忘れんの毎年。もうさ、半ば過ぎたらさ、そろそろ4月やからもうええ加減あったかなってもええ。なんで泣いてんの。あったかなってもええかなって。もう腹立ってくるんですよ。なんか店行っても言うんですよ、まだ3月なのに寒いですねって。だからね、花見とかしたことあるでしょ、3月寒いでしょ。
寒いやん。なんでそのことを忘れんの。絶対覚えといて。もう本当嫌なんですよ。ごめんごめん。いやまあ絶対言うのよ。いや俺言ってないやんか。俺別に目の前に。いや俺は言う。ほんま言うの。いやじゃああんたの近くに言うてるやつおるわけね。いやもういっぱいいるんですよ。ほいでね、これをじゃあ皆さん覚えて帰ってくださいよ。はい。ね。はい、四季があるでしょ日本には、はい、でアホやから、うん、四季があるわみたいなことで、ほんで12ヶ月かみたいなことで、ほんでもう3ヶ月ごとに四季があるって思ってしまい込んでるんですよ、はい、言うときますけど10月からもうちょっと寒いからね。それは分かってますよ。はい、こう、はい、10分かってるね、みんな10、はい、1011、12、12、3、4、5、このぐらいまで寒いからね。8ヶ月寒いですよ。5月に寒いじゃない。あるわボケアホ。10月もまだ寒いからね。10月も。いや10月は分かる。5月にもう寒いじゃないんちゃう。お前ほんま、あ、お前、あ、あよう言うなこれ。大坊。十分寒いから。そうか、寒なかったらお前あんな、お前鯉が泳げへんやろ。ああ、鯉のぼりやろ。そう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 、それごっつ、あのねもうほんとね、君たちに言わないといけないのはね、喉元すぎればっていうことですよね。喉元すぎればこの場合寒さを忘れるってか。いや、全然相方受けてない。なんかワイプみたいな感じ。何ですかあなた。ものすごい見てるやん、みんな。あ、ものすごいみんな見てます。はい、なんか、いやいや、本番前、その袖でスタッフになんかまたこう、なんか言うてるんですか。何がやるん。なんかやれみたいなこと言ってますけど。いや、言うてない。もの頼んでるだけ。えだけはやめてよ。アホか、身を滅ぼす。なんで俺もうスタッフに頼まなかったの。裏で自分でやるわそれ。何。いや、何もないよ。別に大したことないけど、ちょっとお願いがあったから頼むねって言うだけで。もうものすごいやらしいやんか。何がなんかその芸能人しか見れない裏ビデオ的なもの。なんかやらしい。これお前のも持ってるやん。持ってるかアホ、持ってるかアホ。どうもこんばんは、ダウンタウンです。よろしく。吉本興業所属ダウンタウンです。ちょっと本番前に押してしまいました、すいません。いや、それはもう全然。オシュレットないのに何個するの。そうでしょう。いや、これ僕まあちょっと、いや番組、ちょっと違う番組もちらっと言ったことあるんですけど、うん、ティッシュ爆弾を作るんですよ。はいはいはい、これはちょっと面白そうやな。ウォシュレットない時は。あ、ない時は。あ、はい、じゃあ教えといて。ティッシュ爆弾をですか。はい。ティッシュ爆弾の作り方ですか。いやだからどういう使い方するのそれ。ウォシュレットの、まあ、ランと上げて、ウォシュレットないなっていうのをまず確認しますよね。あ、しますよね。ウォシュレットないなっていうのを確認したら、もうカラ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 と3つほど作るんですね。ほう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 。ちょっと急いでたら2つですね。カラカラカラっとこう2つティッシュの、うん、でこの手洗う蛇口のとこ行きまして、ちょろちょろっと水を垂らしてこうちょっと、ああ、なるほど、してビチョビチョのティッシュ爆弾を2つここに置いて、ブリ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 ってやって、もうこのティッシュ爆弾を大事に、まず最初1個目のティッシュ爆弾を使って、なるほど、で、まあ、カラ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 やって、はいはいはい、こう大事やから、ティッシュ爆弾はもう1回しか使われない。自分が作ったらしまいやないか、そんなもん。いやもう1回ずらしたままいけないでしょ。それでガチャって入ったら、うわーってなるじゃん。いや、まあ、うわーって何で逃げるの。いや、最初は作っとけばいいわけや。そう。あ、なるほど。そうなんですよ。はいはい、はい。今日はもうあのちょっと時間やったんで、うん、まあまあ3つ作ってやりましたけどね。ティッシュ爆弾。このティッシュ爆弾もね、はいはい、なかなか使い方が難しくてね。あ、そうですか。本当にあのあれですよ。何？あのちょっと水をね、うまい感じに作らないと。なるほど。ビチョビチョになってしまう。わ、うん、かるわかる。もうこれはもうモロ刃の剣ですから。何を言うと。もう当てた時にプッスーいってまうときがある。お前、どんな持ち方や
あ、そうか、これ向こうの。いい感じで濡れてないと、もうびっちょびちょやったらもうプッサー入ってまうんですよ。いやーみたいなことになりますから。いや、そう、お前やろ。これだけはあの、本当に気をつけてください。今日3つ作って、うん、結構早めに2個使いましてね。ほいでカラ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 ってあの乾いたやつで、はいはいはい、最後ねふわーっとしてから、うん、最後のティッシュバッグであるのをもう一回やろうやりまして、うん、それからほらびちょびちょやから、はい、でカラ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 って綺麗なやつでこうやって見たらついてました。僕最近トイレたまに入っていや、まあトイレは毎日入ろうよ。公衆便所というかね、うん、ああいう、まあ、とこ入るとちょこちょこ目につくんですけど、うん、すごいあれ僕だけがね嫌な感じしてんの。何が？いつも美しく使っていただいてありがとうございます。あれって怖くないですか？脅迫ですよね。変やん。分かってるな、ザオさん。いや、そうですよ。いや、そうだから、ある意味あれね、なんかね、あれ見たときにヒヤーってするんですよね。だから綺麗に使ってくださいねっていうことでしょ。ですよね、うん、でもね、僕ね、ああいう言い方っていうのはね、僕やめた方がいいと思いませんか？なんか怖いんですよね。それよりも、もし汚したときは綺麗にしましょうねって言ってくれた方がうーんって言うね。分かってるよな。いや、だからこぼしといて何もせんと帰るやつが多いからそういう言い方になって。でもこぼすかも分かれへんやん。こぼすかも分からんのにいきなり入ってきた時に君はこぼさないねって言われてるわけでしょ。いや、そっちの方がこぼさへん。なんかもう尿道がクンクンクンなるわ。いや、お前だって。あれ誰が考えたんでしょう。いや、でもそらそれぐらいやっとかんと。そんなもん肛門どこについとるか分からんよな。お前の肛門ここかいうやついっぱいおるやんけよ。でもあれは怖いと思います。僕はね、なんかああいう脅迫っていうか、ああだって、まあ、いわば受験生がですね、まだ受験勉強しだしたぐらいの頃に胴上げされてるみたいな感じですよ。はぁ、あ、分かってるなってことでしょ。浮かれよ。、うん、よくないと思いますよ。いや、多分でもあの書き方でかなり減ったんですよ。減ったのかね、うん、多分、うん、あ、でもね、なんかありましたね、痴漢逮捕ご協力ありがとうございますっていう看板をつけたら、うん、ものすごく痴漢が減ったんですって。へー、あ、そうですか。本当はそんなん減ってあのいないんですよ。逮捕なんかされてないんですよ、うん、えってどういうこと。君何今日ボーダフォン買ったんかな。あ、かまえへんわな。もうすぐの迷惑そうやった。どうでもいいじゃないですか。ごっつ早く帰りたない？そういう時ってねえ、なんか今そのこんなんしてる場合じゃないような。ごっつ早くあのメモリーをごっつ早くしたい。でしょ、お前謎びっくりしてる。ちょっとバーン見ないとね。じゃあ違う、ずっと、うん、まあいろんな方おるでしょ。それはね、ちょっと喋りにくいやんか。だからね、痴漢も、まあ、逮捕もしてないのに、ああ、まずそういうふうに言うことで、ご協力ありがとう、言うことで減るっていうのはね、感じがあるんですけ ど、 なるほど。僕はね、ああいう考え方はやめた方がいいと。なんでやねん。ちょっとなんか嫌な時代来たなって感じ。オープニングアクトダウンタウン。どうも、あ、元気ですね。さあ、お笑いの日2023ということで、そうですね、今年で4回目でございます。4回目になりますかね。どうですか、松本さん、4回目。いや、まあ浜田さんも5月に還暦なんで、ね、あ、そうですね。で、ほら僕もあの9月に、はい、60、そうなんですよね、はい、よくあの言う人いません、あの2人合わせたらダウンタウンも120歳ですねって。なんで合わすねん。合わす意味ある？そのままやし、ね、どういうこと。そんなこと言い出したらトリオはもっとすごいことになる。そういうこと、そういうこと、そういうことですよ。誰じゃあ俺と浜田が半袖で歩いてったら、うん、ダウンタウンとしては長袖ってことになるんだ。どういうことなの。七分袖ってうるさいねんって。もうええやん、そんな。還暦が還暦にしばかれる映像をご覧いただきありがとうございます。
さあ我々も結成40周年ということなんですけどもね、はい、そうですね、40年前、ちなみにディズニーランドができました。そっか、あ、これも40年ですね、はい、40年ディズニーランドとダウンタウンの結成足したらこれ80年、いやもう出さんでええねん、出さんでええねんって、うん、これまた一つさ、松本さん、はいはい、お笑いの日のこのスタッフ、うんうんうん、40周年記念で、はいはい、TBS でダウンタウンのコントをと思ってるらしいですよ。ああ、これはもうあの、うん、僕はね、あの、やらせてもらってますけど、あ、はいはい、浜田さんがやっぱどうしても乗る気じゃないので、うん、これは多分まだね、できてないっていう。違う違う違う。僕はじゃあ やらせてもらって。やらせてもらって。いや、違う。それはあの違うコーラってやってるってことでしょ。ああ、そうです、そうです、そうです。違う、ダウンタウンでっていうことを言ってる。ああ、じゃあ、キングオブコントの会に浜田さんが来たらできるかもしれない、うん。いや、行かないです。それは行かないです。ああ、そうなんですね。はいはい。浜田さんってフジテレビの27時間もう完全に断りましたもんね。完全に断ったね。完全に断った、ね、はい、あの絶対断りますよね。断るね。断りますよね。なんでやろ。これあんま大しょうもんない CM とか絶対断らない、ね。おもんない CM なんかありませんよ。おもんない CM というかそういうのは絶対断らないです、ね。いやいや、それはそれは別に。いかに金で動いてんのかっていう。やっぱお金じゃないですか。お金、あ、じゃあ、あれですか、27時間はもう結構もらったってことですか。僕はもう本当そういうんじゃないです。どうですか、還暦が還暦にしようかれてなかなか2回も見れてさあ、それではそろそろ始めましょう、はい、お笑いの日2023スタート。忙しい忙しいでよう言われるやんか、はいはいはい、忙しいでしょ、なんか言うたら、うん、そんなこと忙しいないよな。僕らね、休みちゃんとありますからね。休みちゃんとあるもんな、うん、この間なんか俺も暇やったし、うん、何もやることなかったから、あれ行ったんですよ、サルティンバンコ。そう、すごいよ、サルティンバンコ。よかった、うん、子供がね、スター足らずの子供がサルティンバンコ、サルティンバンコ、多分それは子供の言うことや。それは仕方ない、これしゃあないで、俺が言うたんちゃうしな。あ、セーフ、ほらセーフですよ、ほらもう流していただいて結構なんですけど、ほらセーフ、ほら CX のスタッフに言うて撮ってもうたから、はいはい、もうほら気ぃつこうってなんかええ席撮るのよ、ちょっと見やすいとこ一番前やねん、気ぃつけないかんよあれ。こっち客触られんねん、あ、舞台から、いわゆるね、外人がね、もう客席降りてくんねん。皆さんええけど君きついな。俺きついねん。これね、あいつらね、俺の凄さを知らんわけですよ。ね、そのね、あいつらはね、うわーって俺の前にガーッ立ち寄るんですよ。あ、やばいわ。うわ、俺スターやのに分かってない。なんか外人に帽子を俺かぶってたんですけど、うん、帽子を前にかぶってたのを後ろにせえって言うんですよ、うん、いやもうそんなもう触らんでええから、うん、俺もうスターやから、やかましいわ、ええから、うん、こうせえこうせえってやる、うん、分かってないから向こうは、うん、俺の帽子をガッて掴んでくるって後ろやったんよ、回したんですよ、あいたやられたな、みんなこっちこっち見てんねん、俺顔真っ赤っかなってなんでこっちのことなってんねんな。だからな、俺らこうやってほらこう喋ってるやんか、うん、でそのなんていうかな、こう客を触ったりするやろ、うん、客もやっぱ辛いと思うわ、目を追っただけでもな、なんか、うわ、なんか言われんちゃうかなっていうかね、だからこうやられたら結構ドキドキするんですよ。なんか顔なんか突っ込まれたら嫌やろな。そうそう、どっち嫌ですよ、はっとか言うとね、言われたらもう、うわ、もうちょいやめてやめて見に来てるだけやから、もう嫌なこと言わんといてって言う。俺あれはな、心境分かったわ。だからもう客はね、あんまり触ったんのもね、どうかなと思ってね。あ、そうですか、うん、また俺もほら、ドラマ始まったら忙しになるけど、誰が今はね、あれだ、うん、あ、そうかいな、うん、僕ね、あ、ほんま、うん、どんな感じのやつ、今度は AD の3人組の、うん、あ、そうなん、金曜なんかそんな感じのやったね。俺もちょっとやっててんけど、ね、なんていうやつやってたの。俺がやってたやつ、うんうんうん、俺がやってたやつは AD ブギー。あー、似てるね、でもね、あ、似てる。あ、 AD ブシっていうのどんな話やね、AD ブシ。まあまあ漢字やけどもね。いや、漢字はええわ、漢字、あ、ブシが漢字ない、うん、まあまあ、結構まだこれ見てもうたらね、うん、まあ、誰とかって見てる。 AD ブギーの時は加瀬大衆、あー、はー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 、的場浩司、ああ、そうですか。で、売れる前の石田ひかり。
まあそこそこのメンバー、ね、まあまあまあ、ええ、ね、そうあれ君誰と AD 武士はかなりのビッグタレント。あ、そりゃやっぱりね、もう取りに行ってるから完全に、やっぱり、ね、数字取りに行ってる、数字取るためにはビッグなやつ掴んでこないかんから、そう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 、君と誰やねん、ハイティングファラダと。なんでお前とファイティングファラダやろ、もっと若いの呼んでこい。 しかも俺ファイティングファラダ、ファファラダ言うてもらったよ。まあまあそんなメンバーで、また始まったらね、うん、まあ、忙しい、ね、忙しいからね、もう本当にもう、いつから、5月の何日、中途半端な中途半端な時期に始まるんな、もう始まったからあかんのちゃんか、はいはいはい、5月っていうから、はい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 、まあね、うん、まあまあ、今やってるのがもうちょっと弱いんで急遽いうことでね、撮影会長ですから。撮影もしてんのかいな、うん、どんなシーン撮ったん。ああ、キスシーンとかも、誰と、白川由美と。いや、なんか複雑そうやな、若いやつと年配の方と。ああ、はあはあ、でもまあ1話完結やけどもね。何あ、1話完結で12回、 あ1話完結で12回、はいはいはい、ああそうかそうか、大変やね、でもドラマもね、そやな、あ、まあ、ほんまどういうとこが大変、最後俺常に全部エンディングはね、うん、全部俺の歌で終わってる、522スタートですからですね。ほんまに中途半端やな。何時から、あれ何7時半え30分7時半8時で30分かよ、大したこと起これへんな、30分、まあ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 、まあ、非常に楽しみにしてもらわんとね、はいはい、何のこっちゃ分からへんからね、楽しみにしてもらわんとね、あ、何のこっちゃ分からへん、何をやってるには分からへんからもね、楽しみにしてもらわんと、うん、何のこっちゃ分からへんからね、うん、何がそれ、それは楽しみにしてもらわんと、うんうん、その何が前科悪か分からへん、何を言うの。人気ファッションブランドひとしロンドンの創始者松本さんに質問です。おばあさんがやたらとヒョウ柄を好む理由が未だに分かりません。松本さんぜひ教えてください。でも東京ではあんま見ないんじゃないですか。まあまあ大阪多いけどね。大阪は多いですね、うんうん、いやもう同意されても、なんでヒョウ柄が、あれはやっぱり、はい、なんか常に追う側の立場でやりたい。おばはんがですよ。そうですよ、うん、まあさっきも言いましたようなハングリー精神というか、おばはんも別にやることなくなってんよ。おばはんはおっさんを鹿やと思ってますからね。おっさんにがぶりつくことを常に初年度の気持ちで常に一期生のつもりでおばはんっていうのはそういう意味ではものすごくフレッシュネスなんですよ。あいつらはやっぱり貪欲ですもん、生きることに。なるほど。半端じゃないから。で常に猫科でありたい。おっさんに対して常に一期生でありたい。毎日がデビューやと思ってる。それはいらんやん。一期生で止めとけよお前っていう気持ちが、ヒョウ柄を浮き出さしようと思う。浮き出さす。いやいやいや、あれ着てるんやろ、お前。元は真っ白やったんですよ。あれはおばはんからにじみ出てきとるんです。おばになってからじゃないとそういう気持ちにはならないんですか。若い人たちはならないんですか。どういうことですか。いや、猫科でありたいっていう。若いうちからでも出てもおかしくないやん。同じ女性やったら、はい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 、そうですよね、うん、なんでおばはんになってから。今皆さん若いでしょ、うん、若いですから男にどっちか言ったら追いかけられる立場なんです。なるほど。夜道怖いはバージョンじゃないですか。バージョンって何だよ。お前さ、今日はひどいけど、何がひどい思いついたことバンバン言うなよ。わけわからへんから。でどっちか言ったら追われる側やと思ってるんですよ彼女たちは。ウサギやと思ってるんですよ自分らのこと。
はいはい、で30そこそこなるでしょ、うん、それでもまだ自分はウサギやと思ってるんですよ。で、うわ男の人怖いって逃げよるんですけど、振り返ったら全然追いかけてきてないもういいです、あれ、うん、ってなってきた時にもうシミがポツンこれ逃げてる場合やないでけど、いつか言うたらないかんと思ってるんですけど、私ほら昔大喜利とかようやりましたな、うんうんうん、で私はよく覚えとるんですけども、うん、こんな珍獣おったらおもろい、うん、みたいなあったでしょ、うんうん、あの時にね、うん、僕が書いた答えでよく覚えてんのがね、うん、ぐったりパンダいうのを書いたんですよ。ごっつ熱で出てね、うん、ぐったってしてるパンダなんですよ、はいはい、それ結構おもろかったから俺もよう覚えてんの、はい、お前覚えてる？覚えてますよ。覚えてるでしょ、はい、最近ちょっと巷でブームになってるタレパンダあれは絶対あれのパクリや。そんなんあんの？タレパンダタレパンダってぬいぐるみでちょっとぐたっとしてんの、あれは絶対俺のパクリや。そんな、そんな顔真っ赤がりしてますよね。なあ、そうかもしれんけどさ、石になったらかっこ悪いやん。ごっつ痩せてたわ一瞬同じパンダのわけないやん、うん、ぐったりしてねえたら別にキリンでも何でもええわけやん、それをパンダにしたって石にならんねん。もう全部伝わってるからもう大丈夫やから。いや別に怒ってるわけじゃないねんで。そんなんやねんまあまあね、ちょっとお知恵をね、うん、松本さんのお知恵をちょっとお借りしましたみたいなことでね、ちょっとこう挨拶に来いと、まあ挨拶も来にくいなら来にくいで、まあ、なんか包むっちゅうなこと。おいちょっと、おい、何やねん思いませんでも。いや、まあまあそうやな、サザエボンから始まり、ああそらそや、ヨウさんパクられとんねんこっちは。怒ってるやん。まあでもほら、あれはキャラクター的に、可愛い感じに仕上がってるから、まあ売れると思ったんちゃうの。俺のあの下手くそなミッキーマウスの絵、あれを T シャツにプリントして売ってやがったとこもあったんやね。嘘、ほんまやな、あんなもん俺しか描かれへんちゅうの。それはあかんな。いや、ええ意味でやで。からもうあれですよね、おもちゃ業界も汚いですよ、おもちゃ業界、うん、あれあるじゃないですか、ファービー、なんか喋るやつ、喋るやつ、うん、あんなも絶対嘘やからね。いやいや嘘ってどういうこと？あのね、あれね、うん、こうだんだんこう家におって喋、うん、りかけてたらだんだん言葉を覚えるっていうんですよ、うんうん、絶対嘘やからね。騙されたらあかんで。いやだからなんでそんなことが言えんの。来た。じゃあね、違うやん、君が勝ってね、はいはいはい、1ヶ月でも分かった、よっしゃ分かった、共によっしゃ分かった、共に暮らしたんやったら、オッケーオッケー、いいね、いいアシストしてくれたね。あれがなぜ嘘か、はいはい、俺が一言でバスッと決めたるわ。あ、言うてください、言うてください、決めた、根拠なく俺は嘘や言うてんちゃう。ああ、なるほど、これを聞いたら、うん、なるほどと。なるほど、まっちゃんさすがやぞ。 うるさいねんもう。いいや、なんでそんなことが言えんねんと。あ、お前があるわな。もう言う、そして俺がポンとその一言を言うことによって、うん、なるほどと、これもう決めときますから、ね、オッケー、わかりました。なら、あなた、あの男の人が、うん、あなた、なんでそんなことが言えんねん、うん、なんとかなんとかって言うと、あなたがまっちゃん最高って言うと、うん、オッケーね、え、それはどんな答えであっても言わなあかん。いや、もうそうなるに決まってるんですよ。で、言ってしまう。で、まっちゃん最高って言うと聞いたら、あなたは失神しそう。ほいで、ほいでお前は、うん、まだあんのかい。いつまででも俺の相方で追ってくれ。だってね、それぐらいバシッと俺決めれるんですよ、これは。お前、はい。はい、ファービー、ああ今売れてますよね、最近売れてるらしいな。ああ、そうそうそう、なんやあれ、
え、何がなんかアメリカでエラー流行ってね、うん、おい、なんや、なんや、聞いたらですよ、あれは新しいおもちゃやとか言いましてね、うんうんうん、こう喋ってることをだんだん覚えて、うん、ファービー自身が喋るようになるんですよ。あ、そう、言うてる言うてる言うてる。エラーアメリカで当たって、今度日本の方に持ってこられて、うん、日本でも今ブームになりかけて。今みんな買いに行ってるね。なんや、もう完売したとか言うて。すごいがな。みんな騙されたらあかんよ。あんなもん絶対嘘やからね。なんでやろ、お前なんでそんなことが言えんねん。だってそうやん。あんなんや。何やねん、何で出えへんねん。お前しか分からんことやんけ、そんなもん。俺どうフォローすんねん、そんなん。こっついプレッシャーやねん。一言やねん。一言で言わなあかんねん、お前。だらだら言うとあかんねんで。オッケーオッケー、分かった。頼むで、お前。もう分かりました。もう絶対もう絶対言えます。もう絶対言いますけど、うん、ちょっと不安なんですよ。どういうことか。彼らがちゃんとできんのかな。いや、それできるでしょう。ちょっと練習していいですか、ね、もしかしてできへんかったら人変えなあかんし、ね、そう、変えなあかんから。ここ盛り上がりにかけるからね。ここをパシッと決めんと、そんなもう数字がドーンいきますから。スガちゃん2個練習しましょう。練習ちょっとさせてください。何々やからね。うん、それでいいの。うん、そういう言い方ね、うんうん、何やからね。ねえ、まっちゃん最高。失神しそう。おい、ちょっと待って、あの後俺出えへんわ。なんでやねん。いつまででも俺の相方でおってくれ。頼む、酒井に。ほんで俺が、あ、は、は、は、お前何もえ。もうあんた次第やん。いや、もうこれ噛んだら、これ噛んだら最悪ですよ。もう芸人失格ですよ。え、芸人失格ですよ。ほんまにそんなことなんかな。オッケー、わかった、行きましょう。知らんがな、そんなもん。出だしはどうでもええがな。行きましょう。そしたらから始まるわ。ファービーってあるんでしょ。 あれがね、あのアメリカでエラー当たった言うてね。そうね。どんなんか言うたらね、ぬいぐるみなんですけどもね、喋、うん、りかけてるとだん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 その言葉を覚えてね、うん、自分からも喋るようになる言うて、らしいね。ごっつい売れたんですよ、うん、ほんで今度日本がまたそれをあれしてやね、うん、日本でもこの間売り出したらすぐに完売した。そうそうそう、めっちゃ流行ってるんですよ今ね。あんなもん絶対騙されたらあかんよ。なんでな。だってお前、あんなもん日本語版が存在することがおかしいがな。やってもうた。よー、これしか解決方法ないやろ。よー、か最後仲良しだ。いつも二人で密用か。水岩という何もなかったことのように。洋館の嫁、夜は栗洋館。どうも。お元気ね。元気だね。なんかね、あれらしいですよ。いろんなブームありますけども、うん、えらい、あのファービーいうのが流行ってる。今流行ってるね、うん、あれは僕も欲しいね。すいません、僕本当に今日もう冒頭からオランダ、まあオランダね、ね、やっぱりあのレポーターっちゅうのはおるんですね。ああ、そうですね、いますね、うん、ほいでどこ行くんですか言うから、オランダです、仕事でオランダに行くんです。仕事でオランダに行くんです言うてんの。こっち帰ってきて何や聞いたら、まっちゃんマル秘旅行言うてんの。仕事やん言うてんの。そんなに怒らんでもええやん。でね、なんかね、上機嫌でとか言うてね。普通やっちゅうね。普段の俺知らんくせに上機嫌かどうか分かんのかよ。これ考えすぎやって。恵比寿顔で有名なまっちゃんですよ。え、初めて僕は子供あの取り上げられた時に、さんまさんが恵比寿顔の子や笑ったんですよ。僕はもうあはははは、泣けへんこの子は恵比寿顔の子や言うて、恵比寿顔の子
恵比寿はお前こんな町内2周半したんですよ襲われたばっかりで。まあまあそれは嘘ですけどねえほんまにねもうなんや腹立ちますよねああいうのね、うん、もう日本人なんかいなかったでしょ。日本人全然おれへんな。あそうですよ、ね、みんなどこ行ってんの。やっぱりあれかわざわざ正月にオランダ行こうっちゅう。いやまああんまりおらんのか。ええ、もう俺はでも楽しかったですけどね。あそう、ええ、あのアンネの隠れ家も見てきましたよ、うん、言ってたからね。アンネの隠れ家行ったことありますか。行ってもらう言ってね。あの本棚の裏を開けたらこう隠し扉みたいになってて、そこの奥がもう全部あの隠し部屋になってるんですよ。これちょっと興奮しましたよやっぱり。これはね私アンネの日記も読んでましたから結構あの興味津々でしたよ。思いっきりあのアンネと目合いましたですけどね。言わんといて。アンネが。ああここかー言ってパッと見たら。コントやねん。あれはねあのびっくりしましたよ。ねえ。まあ興味あるんやったらねそれは全然行ってみた方がそれはいいでしょうし。あのね海外行って面白いのあのおもちゃ屋とか面白いですね。おびっくりしたんですけどほらリカちゃん人形とかバービー人形とか、うんうん、こっちやったらあるでしょ、うんうん、あれの多分代わりなんでしょう、うん、オランダ特有のもんなんでしょうけど、うん、あれで馬なんですよそんな日本売ってないでしょ。馬のこんな人形で、うん、髪の毛長いんですよ縦髪が、うんうん、ほんで串とビーズがついててね、うんうん、で箱の裏見たらこのビーズを自分の好きなようにあつけて馬につけて、うん、遊ぶんですって、うん、ビューティフルホースって感じそのままや松本がね、いやお前はアホやいう話をみんなでしてた。なんなんどういうこと。味覚バカやいう話。なんかお前あのキヌタのスタジオあるやろ。うんうん、あそこのあの一階にこんじゃく庵あるやろ。あらあらあらお前いつもあそこ来たらガッツリでっかいメンチカツ食ってるらしいな。メンチカツ。メンチカツ。カレーとかメンチカツとかハンバーグとか。お前年齢考えろよ。あのね35ですよ僕。まあお前なんやかんやでもう40-50やんか。おいなんやかんやが大きすぎるからな。40-50って40にせえよ。いやお前な40近いおっさんがな40ちゃうしねこってこてのメンチカツ食うなよ。お前も食う時あるやろ。僕もねこのぐらいの年になるとねもう煮物とかねあのなんか切り干し大根みたいなのが食したくなるんですよ。お前盆栽やないかそんなもん。いやあかんって。そんなん食うてたらお前。いやちょっと今日はいい話しましょう。これ誰かがいいこと言ってた。いや子供のうちはお菓子とかそんなんは食べたなるんですよ、うん、はいはいはい、はい、ね、それはもうしょうがないんです、うん、それがだんだん年を取るに従って子供の頃は舌っていうのが鈍ってるんで甘いとか辛いとかぐらいしか分からんのですよ。それがだんだん人間が成長するに従って味覚も同じように成長していくはずなんです。でどっかでこんな微妙な味も分かるようになっていくはずなんですよ。それをええ年こいてあのコーヒーが苦いとかねそんなことを言うてるっていうのは成長してないんですよ。成長しなあかんところで成長できてないんですよ。だからお前は口の中がなんですよ。それだって本当に。まあね、まあ浜ちゃんはねいい子やけどもね。いやいや違うわな。ほんだらコーヒーブラックで飲むやつも苦いと思ってて飲んでるわけやろ。そうですよ。一緒やん。苦いんやから分かってんねん。その苦さがうまいかな。苦さがうまいかな。いや苦さがうまい。苦みの朝と一緒。シワのおしゃれ。苦みのうまみ。お前は何や、例えするときよう朝を言うな。苦さの良さってあるじゃないですか。いやそれは分かるよ。だから俺聞いたぞ、お前はこんじゃく庵でいつもあの油を切ったあのメンチカツとその食い終わったら今度何飲むんかなーって見てたらミルクティー飲んでるらしい。アイスミルクティー。アイスミルクティー考えろ、おかまじゃん。おい、ちょっと待てや、おい、どうや、これ。アイスミルクティー。
いのなおかまなんかバイセクシャルじゃん。父さん、おいいですね。この言葉はイントネーションで5通りの意味があるそうですが、はあはあ、松本さん教えてください。例えば、はい、お父さんって言うたらね、これはいわゆるファーザーのことですよね。パパ、いわゆる血を分けたお父さんですよ。うん、でしょ、うん、んでこれがまず一通りで、これが一番、まあまあ最後まで聞いてみよう、普通の話ですよね。ちょっとお父さんいうのはちょっと相手を小バカにしたような、血を分けた人にあの親子じゃないけれども、お父さん頼みますよ考えたら分かるじゃんすっごいですね、一つのね。そういうお父さんの使い方もあるじゃないですか、うん、大丈夫ですか今までのところ。いや、いいですよ、全然大丈夫ですよ、最後まで聞いてる、それからもう一つ、うん、全然大丈夫じゃないけど、はい、お父さんこれは3年ぶりに会ったお父さんそんなこと言うてたら何ぼでも言えるやんけお前で、これもう3つ言ってますもんね。で、お父さんっていう、これはお母さんを見つけた時じゃないですか。そんなこと言ってたら5通りどころかお前何通りもあるやん。1年のポイントカードを持っているという松本さんに質問です。あ、はいはい。カーナビはある場所を指示されると激怒すると言います。それはどこですか。初めて聞いたわ、うん、まああるでしょうね。いや、あるでしょうねじゃなしに、うん、あんた経験してんのかどうか教えてくれた。いや、それはありますね。あ、そう。はい。じゃあどこなの、どこ行こう思ってインプットした。いっぱいありますよ。あ、いっぱいあるのかいな。はい。うん、どこだってあなたが自分がカーナビやったと考えてください。はいはいはい。ね、うん、それは怒ることいっぱいあるでしょ。なんでな。例えば青春ってやられたら困るある場所を指示されるとあのね、え、カーナビの、はい、あ、これでもマジなんですよ、うん、これマジの話していいですか、うん、いや、ただこれもしてやまあまあまあしますよ。だからそれ、これもマジですけど、うん、あなたカーナビどこの使ってますか。え、カーナビどこの使ってます。どこ、パナソニック。パナソニック、うん、ほらね、うん、パナソニックのライバル車をカーナビでやったら出ないんですよ、うん、ライバル車を、カーナビの他のパイオニア、そう、うん、パイオニアやってみ、やってみてどういうこと。パイオニア入れてみ、ああ、おう、パイオニアまで行きたいってやったら、うんうん、あのね、あの出ないっていうのは嘘やけどなんやねん、出ないってことはないけどないよ、ないけどちょっとこうって感じ。分からん。そりゃ分からん。カーナビが拗ねてんの分からん、そんなん。いや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 、拗ねてはないよ、機械やから。ふんって言うてんねやろ。機械や、いや、ふんとは言わんよ、うん、言わんけど、ああ、ああ、はいはい。だからそのニュアンスが分からん。そのニュアンスが分からへん、その機械で、その。いやいや、だから、どういうタイプ、あなたのやつ。ああ、こう押したら出てこう、こうなったり、うん、あ、ウィーンなってウィーンになるようなやつでも、うん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 、お前はパナソニックのやつでしょ、うん、パイオニアのやつをやったらこうね、ちょっとウィーンあ、嘘嘘みたいな。それでもちょっとね、若干若干ですよ。いや、でもそれでも行ってくれんねやったらええわ。いや、そう、まあ行くのもね、ちょっとね、もう、なんかどうも渋滞の方へ、渋滞の方へ行こうとするとかしないとか。なんでやねん、適当なこと言うなよお前。じゃあんねんって、ほんまにあんねんって。カーナビはある場所を指示されると激怒すると言います。それはどこですか。そうですよ、だからそういうことじゃないですか。何、そんなんいっぱいありますよ。いや、だからそれ教えてください。え、あんた今言うたの別に怒ってるわけじゃないやんか。怒ってるよ、それは。え、それに変えたの話を。変えたというか逃げたというか、ね、逃げたんかい。いやいや、ありますよ、それは激怒するとか。いやいや、だからそう教えてくださいよ、そこ。それを聞きたいよな。僕は何回も怒られてますね。あ、カーナビに。カーナビに。ああ、それどこどこどこ。あのね、そんなとこ聞くなよ、いうことでしょ。あなたのカーナビって、カーナビって大体女の人でしょ。
あ、はいはい、あの出てくるね、最初ね、女の人がなんかあの、うん、なんかこう立ってるわ、なんか立っとるね、うん、立っとる立っとる、あれもうおっさんになりますよ。おい、いいえ違うで、おい、ほん電源でおやんと出てきたら、うん、最初になんか説明文の横にお姉ちゃん立ってて、あれ長い、あれ鬱陶しいな、お姉ちゃん立ってるやん、そう立っとる立っとる、うん、え、うん、それはそのお姉ちゃんがおっさんになる、そうおっさんになる、いやっていうかその女をもうドーン押し上げて、おっさんがおいおい言いましたよ、あるとこをやるとね、でもそれ一番最初に出てくるからね、お姉ちゃんは、そう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 、その後インプットしてから、インプットしたらもうおっさんがもうドーン言ってくる、あるとこ言うとね、でだからそれどこやねん、場所を言うてくれよ、じゃあ俺もやってみたいかな、じゃあ帰りにそこ入れたらおっさん出てくるか教えてくれよ、僕の夢とかね。このボケいいですよ、どこの場所か教えましょうか、お願いしますよ。こう教えると、うん、日本中がお前パニックになるんだぞお前。誰やねんいいのかお前は。何やねんそれ。お前はそれでもいいのか。違うやん、ほなこれオンエアで場所はピーって入れといたらええがな、お前は何でもピーで済むと思な、帰りにやらせてくれ、お前余裕な、ピー入れといたらええ、ピー入れといたらオンエアで出せへんから場所教えてください。じゃだからこう、お前ここの、ここの人間が全部それやったらお前は、お前、お前なパニックになるんだよ。これみんな、みんな車乗ってるとは限れへんかな、これ差別。これは差別ですよ、あなたたちはバスしか乗らないと言われてるんですよ。お前そういうこと言うとお前パニックになるぞ。もうええ、もうええ。アメリカ人よりも野球に詳しい、あのガキの使いを見に来る客っていうのは、うん、あの普段は何をしてるんでしょうね。そう働いてあるでしょ、っていうかいわゆるちょっと変わった客やんな。え、それどういうこと？ガキの使いが好きなだけで、ああなるほど、別にそのダウンタウンが好きっていうのでもまた違うようなね、うん、うん、でもごっついキラキラした目でこっち見てますけど、うん、じゃあそれが証拠に終わったらごっついすぐ帰る、ああこいつらそうやねん。そうやわ、こいつらそうやねん、そうなの、おれへんもん、おれへんなんかもう車にも乗られへんぐらい濃いや、なんかこうガッと、昔大阪おる頃そうやったよ俺らな、車なんて平気で乗れるの。まあまあ、そんな年でもないんやけどな。いやまあ確かにそれはあるわ、うん、暑いよ、めっちゃめちゃ暑いよ、暑いね、あがき出して、はい、うん、覗いた、浜田兄さん、ひとしくん、こんにちは。動物園の園の園の部分が好きな松本さんに質問です。園、動物園の園、ああ園ね、そのね、はい、はい、以前松本さんが飼っていたという可愛さゼロのウサギとはどんなウサギなのかぜひ教えてください。ああいましたね。あ、そうですか、はい、可愛さゼロ、でも見た目はウサギでしょ。見た目はウサギです、うん、それがゼロっていうのは分かんない。そうですよね、うん、まず2m50 あるんです。いいですか、いいですか、いいですか、2に入れないでね。2に入れたらこれ5mありますから。あいつは耳も入れてくれって言ってましたけど、測るんやったら、測るんやったら、それはあかん、そういうとこからなんかわいさゼロなんだ。そんな耳入れてくれんのはっきりしたことわかりませんやん。いや、わかりませんやん、言うときにポロポロポロって出る。うんこ出てる、うんこ出てる。それはかわいない、かわいないですよ、中学生みたいもん。それ結局それはどうしたの、もうどっか捨ててきたの。捨てましたよ。でも5メーターもあるウサギだからバレるやろ。もうピョーン飛びますからね。捨てて行こう思ったらここにいますから。捨
こ出てる、うんこ出てる。言わんでええ。人がよく使うキモイとキショイの使い分けがよくわかりません。どんな時にどっちを使えば若者らしい日本語になりますか、教えてください。あ、これはでも大事なことですね。そうですか、はい、うん、まあ、例えばあなたキモイじゃないですか。あ僕はキモイなんですか、はい、キショイじゃないんですか。キショイのは僕でしょ。誰がキショイじゃないだからボケじゃ使い分け老人形にしてやろうか。キモイとキショイの使い分け、大体、うん、キモイっていうのは、うん、その人自身なんですよ。ほうほうほう。そしてそいつが動くことが、うん、キショイんですよ。だからあなたキモイじゃないですか。であなたが鼻くそほじくってんのはもうキショイわけですよ。これがキショイ、これがだから動詞なんですよ大体キショイは、はあはあ、で人物はキモイんですよ、はあはあ、だからあなたが、はあ、あなたはもうキモイわけですから、あなたが何をやったってもうキショイんですよ。まあキショイ、まあキショイは一歩一歩がキショイんですよ。だってキモいねんもん。そうでしょ。どうやったってキショくなれないんですよ、キモくないから。いやそれは自分がキモくないって言うだけ。キモくなることから始めないとキショくなれないんですよ。いやそれはそうです。これはあの本当選ばれた人間なんですよ、あなたみたいなキショい人間は。いやキモいんやろ。どっちだったっけ。キモいねん。動くことによって貴族なんねやろ。そう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 。だからお前みたいなやつはもう生まれた時にバーン押されてるわけよ、もうキモいマークを。芋版みたいなんじゃないで、もうあのデコボコの出るやつやで、あのデコボコでなるやつやで。同じこと2回言うてるわけよ。まあね、はい、今日のギャグが元気があるのかないのかっていうと多分ないんですよ。というのは楽屋がそこにあるでしょ、はい、でまあこうライセンスのこの前説でね、いつもは大体笑い声がこぼれてくるんですけどね、大してこぼれてきてないんですよ。餃子ー餃子レッツゴー調査さん。急に歌い出されてるちょっと導入面白かった。あのね、はい、寝てましたらね、うん、家でこんなんで起こされたんですよ。何なの、竿だけじゃないんかい。竿だけじゃないんですよ。俺も竿だけなら我慢しますよ。なんやねんと、餃子売りですよ。しかも竿だけの言い方でですよ。はいはいはい、そのなんかその餃子のオリジナリティがないんですよ。ないねんな。そいつは勝手に、うん、ほいね、もうちょ、ほんま勘弁してくれと、うん、はい、誰が買うねんと、うん、車で販売しとるんですよ、はいはいはい、餃子餃子野菜餃子カレー餃子、それは種類があるからね。野菜餃子カレー餃子、あー、映画ね、キムチ餃子、あ、あるね、ごぼう餃子、ま、いやいやいや、もう寝ながらね、ま、ごぼうも野菜だろう。いやいや、それからもう、しかもカレーは味やし。何のカレー味なんかも言えよ。そんたらもういけろ、食ってもやめてよなんて言って、買いに走れよ、買いに走ったのかな思いましたね。アホ丸出しでしょ。あれをちょっと餃子屋さんって言うやつっすよ。猿山で過ごしたという松本さん、はい、猿山で、はい、ケツが赤い猿ほどよくモテるらしいのですが、それはなぜなんですか、はい、それこそ猿でも分かるように噛み砕いて教えてください。僕はまあ動物の生態もものすごいよく知ってますから、はい、分かりますけど、はい、あなたはどう思いますか。なんやろな、だから赤い歌って、うん、こうトンコビっててさ、トンコビってる、トンコビってる、何そんな言葉知らないね。知ってる？トンコビってる。いやいやいや。イントネーションがおかしい。はいはい、トンコビってる。何ですかトンコビってるって。いやなんかこう出っ張ってるというか出てるという。使えへんか？あんまり僕は使わない。トンコビってる。トンコビってるとこかな？黒いやつは。何おかしいね。まあまあ。黒いやつもおるんや。
バラみたいにポンッと出てくるもんな。ある気色悪い。でもあれはあの猿にはモテるらしいんですよ。なんで動物ですからね、その人間と同じ価値観でものを考えるとどう考えたってこんなもん答えが出ないですから、ね、あの所詮猿やということで考えないとダメですよね、うん、ちょっと教えてください。お願いします。あの猿にとって、はい、おけつっていうのは人間にとって何やと思いますか。おけつ以外でやっぱり何か、例えばクジャクが、うん、何でしょう、こうふわーってやるでしょ、はい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 、あれは人間にとって何ですか。あれはプロポーズですね。プロポーズ、うん、まあまあいわば人間で言うと、うん、ネグリジェみたいなもん。綺麗もんな。綺麗もんね、うん、でこれでまあその誘っとるわけですよね、うんうん、そういう風に動物にはみんな人間に変えれる、例えられるようなものがあるはずなんです。なるほど。で猿で一体ケツに例えるもので、これを人間に置き換えたら何になるのかなと私もいろいろ考えました。もうこれは分からんとサジを投げかけたその時、おこれやっていうのがありました、うん、人間に例えると猿のケツはスポーツカーのことです。はい、たたたた、真っ赤なスポーツカー、赤いほどかっこいいスポーツカーに乗りたいとお前は言うけども、なんでそれはひどいぞ、二度と俺の前でそれを言う。すいません、意味がわからんぞ、しっかりせ。なんでげんこつや。なんや。いやほんなら僕が言うたんは間違いですよね。何が間違いの。スポーツカーなんてね。そう、あ、お前が言うたやつ。はい、ああ、いや松本さんの答えをちゃんと言ったけど、クジャク、これはネグリジェ。そっからおかしなってんじゃん。大丈夫大丈夫、いけてる、いけてる、うん、これはネグリジェです、はいはい、他に動物なんかいますか。鹿、はい、鹿なんかはね、あれ角でガーッと俺は男だぜっていうことをメスの鹿に、だから来いよ、抱いてやるぜっていうことを言うと、あれを人間に例えるとヘアリキッドですよ。でお前は言うけど。Thank you.